バイカル湖西岸中央のバイカロレンスキー自然保護区、バイカロレンスキー自然保護区は、ロシアイルクーツク州にある自然保護区である。バイカルは、バイカル湖のことで、この湖の西岸のバイカル山無役中にあり、レンスキーは、レナ川のを意味する形容詞で、この保護区内に、シベリアの山大河の一つ、レナ川の源流がある。この保護区は、バイカル湖の西岸をロメートルにわたっていて、 平均の幅が6 5トルで、ほぼ長方形をしている。同じく西岸の細長い添い、バイカル国立公園からは、すぐ北へと続いている。1996には、バルグジン自然保護区とバイカル自然保護区とともに、世界文化遺産、自然遺産に登録され、ソいバイカル国立公園とともに、世界遺産に登録されている。 保護区の管理はすぐ南の沿いバイカル国立公園と一緒に行われており、連続して 580km のバイカル湖岸を管理していることになる。この自然公園を中心に、米国のアパラチアントレイルを範囲した自然遊歩道と宿泊所、オーバイカルコトレイルが数年前からボランティアによって建設されていて、一部利用されている。ザグレートビッカルトレイル、ありがとうございます。